バーレーン要塞ないしバーレーン取りではバーレーンに残る遺跡である。紀元前3000年期から16世紀に至るまで時代ごとに新たな建造物が積み重ねられてきたテルであり、2004年の段階では全体の25%が発掘されていたに過ぎなかった。しかし、その時点でその顕著な普遍的価値は明白であるとイコモスからも認められ、 2005年の第29回世界遺産委員会でバーレーン発の世界遺産リスト登録物件となった遺跡の歴史は遅くとも紀元前2300年頃に遡る古代にこの地はディルムンの中心地であったと推測されているディルムンはシュメール人の神話では世界が生まれた場所とされることもある地名でメソポタミア文明とインダス文明をつなぐ 交易の要衝であったと推測されている場所だが、その詳細にはなお不明な点も少なくない。そのかつての姿を明らかにする上で、この遺跡、特に他の地域には見られない、宮殿群の意向などは重要である。この遺跡には地理的条件に由来する特徴もある。海に面した、この地は交易の要衝であることから、古来様々な峡谷に支配されてきた。 そのため、遺跡は、単に、ディルムンのものだけではなく、その後のサーサーン朝様式、イスラーム様式、さらには16世紀に入植した、ポルトガルの様式まで、様々な建築物が積み重なっているのである。単に、ディルムンの遺跡というだけなら他にもあるが、これほど多彩な様式の建造物群が一箇所の遺跡に蓄積している例はなく、世界遺産登録に際しては、 その点も評価された。この遺跡は1954年に始まった、デンマーク人学者による発掘を皮切りに、フランス人やバーレーン人の学者たちによって調査が行われてきた。バーレーンで1995年に制定された高校遺跡の保存に関する法律によって、遺跡全体は保護されており、全体の3割にあたる私有地も土地用上の制約を負っている。 2005年に世界遺産に登録された。登録当初の名称はバーレーン要塞の考古遺跡だったが2006年に現在の名称に変更された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。